どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ今日もランブルスターズサッカーやっていきたいと思うんですけれども、ちょっとマルチで戦ってたらですね、すごいコンボをやられまして、これ狙ってできるんじゃねっていうことで、まずはこのアイスボーイですね、地面を凍らせるうへへへへへっていうね、このキャラクターとこの旋風丸を使うと、思ってた以上のね化学反応が起きるぞっていうことを見つけてしまったので、これをちょっと今日は紹介していきたいと思います。やっぱアイスボーイってね結構基本的には強いんですけれども、ちょっとこれ見てくださいね。まずはあのトレーナーと戦いながらちょっと研究をしてみたんですけど、まず普通にやるとねアイスボーイってキーパーまでは届きませんよね。一応最大距離でここまでしか、届きません。しかしですね、これに旋風丸を付け加えるとですね、旋風丸の風に乗せるとどうでしょう、ご覧ください。ピュンからの届いちゃうということで、キーパーがねずっと浅玉化するわけですよ。でここで注意点なんですけれども、この一番右から左の旋風丸に乗せてキーパーを狙おうとしても距離的にちょっと足りなくなります。なのでこの逆サイドではなく同じサイドですね、まあこのちょっと今内側に寄せたことによってこの距離でも届くようになります。ちょっと難しいんですけども、慣れるとね割とな精度でアイスボーイがキーパーに届くことになります。この後に付け加えてくる防衛ユニットをまたくるくる回すことができるんで、そういう意味ではねかなり強いかなとは思いますね。で旋風丸はですね、自分より前にキャラクターが、誰もいなくなるとキーパーを狙い始めるので、そのタイミングでアイスボーイを重ねるのが割と大事かなと思いますね。こんな感じで入っていきます。キーパーをただしなすよりもですね、やっぱり効果的にはまあこうやって凍らせる、でここにまあ小だ抜きとかを出していくと、この後に何かしらを出してきてもそいつが滑ってくれるんで、このように入るんですね。なのでキーパーを処理するよりもこのロックコストで、キーパーをくるくる回している間はかなり得点が入りやすくなります。でこれはちょっとあのフレンドというかねクラメントの実戦でやったんですけども、ちょっとね距離が届かなかったやべえってなったんですが、くるくる回ってる間にちょっとでも刺激を与えるとね、ものすごい距離動くんですアイスボーイって。なのでこういう風な得点も、取ることができますよと。それではちょっともう一回ね、こののののんちゃんと、言うてあのクラブの代表メンバーなのでちゃんと強い人なんですけども、一応このアイスボーイでねあのキーパーに届くんじゃないかという実験も兼ねてフレバトをちょっとやってもらいました。なので、まあ、相手は一応ですね、アイスボーイが来るよっていうのも知ってると。でまあなんだかんだあのロケットをちょっとゲットしたばっかりだったんで、ロケットの性能を試したいっていうのもあったんですけども、ロケット正直全然僕使えなかったんで、この試合見ていただいたらわかると思うんですが、何一つね一回もロケット使ってねえっていう、そんな感じなんですけども、とりあえずこうやって旋風丸でまず防衛から入るっていうのも全然ありですね。旋風丸くんは実際防衛力非常に高いので、で防衛使い終わったらスイカで押してあげて、そこにアイスボーイを重ねるみたいなね、そんな使い方も実践的にはありじゃねえかなと思います。やっぱりねその旋風丸とアイスボーイを、キーパーをくるくる回すためだけに使おうとするとロックコスト、かかってしまうので結構割高だなという感じがするんですけれども、先に旋風丸を出しておいてそれで防衛をして、その残りカスでアイスボーイが行けたらなっていう感じですね。でここも今ちょっと芝の方にターゲットが行ってしまったので、角度がずれてしまいましたね。はい、そこはやっぱなんか難しいところですね。旋風丸より前にいるユニットにターゲットを取るので、で旋風丸より後ろにいるターゲットは完全に無視してくれるので、前に誰もいなくなった瞬間にキーパーにターゲットを取るんでね、だから今も芝の方に行ってますよね。はい、しかしながらこういう感じで、決めていくと、芝がちょっとキーパーに近寄ったので今ならいけんじゃねえかっていうタイミングですね。で今のところ僕のこのデッキにはですね、まあ、小田抜きとタイガーがいるんですけれども、ここね、まあ、パンダとかいてもいいかなという気はするんですけどもね、まあ、デッキに関してはそこまで、ゴールをかなり決めてくれるのが、まあ、タイガーと小田抜きかなっていうところですね。キーパーがぐるぐる回ってる間に有効なのがこの2枚かなと思って一応入れておりますが、やっぱり激化芝が最近多いんでね、ちょっと決めていくのがむずいかなと。こういう感じですね。キーパーがいなくなった時のやっぱ攻撃力っていうとタイガーが相当高いので、タイガーがいる時にキーパーをしなしたりくるくる回したりできれば最高だなっていう感じですね。でここも今ミスりましたよね。パンダがいるせいでずっとパンダにターゲット取ってるから一切アイスボーイが決まらない状態で旋風丸出してしまったって感じですね。さあ、ということで、まあ、しかしながらですね、ファイボとかも駆使すると、ファイボタイガーとかもなかなか凶悪なコンボですし、あとファイボ小田抜きもなかなかきつい。さらにはアイスボーイで凍らすこともできるので、割とね、デッキ
として弱くはないかなっていう気はしてますね。でここもちょっとうまく風乗らなかったですね。パンダの方にターゲットが行ってたので、まだここ始めたてなんでね、探り探りやってました。トレーナーとの練習を先に皆さんにお見せしましたが、それよりも前の、戦いです。本当にこれマルチで敵にやられてちょっと真似してみたという状態ですね。ということで、フレバトもやったので、ちょっとですね、マルチの方にこのデッキで潜ってみました。はい。で、一応ですね、結構負けてるんですけども、トロフィーボーナスプラス15つく状態だったので、勝ちリプだけちょっと紹介していきたいと思います。こんな感じで戦うとマルチでも全然使えますよっていうのをね、見ていただければと思います。もうこれ完全に外してますよね。はい。完全に外しまくってますが、相手がですね、若干格上って感じですかね。はい。若干格上だけれども、まあまあキーパーちょっと死なしてくるデッキなんですが、ここは防衛でアイスボーイ使っていきました。やっぱり防衛でもちゃんとアイスボーイはね、使っていけるカードである、カードではあるんで、その辺もね、ちゃんと使っていくと悪くないかなと思いますね。そのキーパーを、滑らすことだけに固執せずにですね、ちゃんと適材適所でカードを使っていく、一応まあもちろんそれを狙いますけどもね。はい。さあ、そしてまあここはスイカないとやべえかなと思ったけど、そのスイカを外していく、相手がちょっと21のタヌキなんで、これ全然怠慢で入れられちゃう感じなんでね、ここチャンスやと思いますね。ここはチャンスやということでくるくる回していく。でビッグショットさん咲いてくれて美味しい。さあ、そしてここのボムもミスってくれましたと、ここで1点取れましたね。はい。まあとりあえず敵がくるくる回ってるときはユニットを出すと、それがくるくる回ってしまいますんで、追加ユニット出せないですよね。呪文しか使えないですよね。なので呪文を探すこともできるので、割と優秀だなっていう気はしますよね。さあ、ここはとりあえず防衛旋風丸から、行っときました。まあ相手が小田抜きとかもろもろいるんでね。はい。さあ、そしてここも一応守っていきますが、まあ大砲に死なされるなと、でそこでビッグショットさん使っていこうという発想でいますね、今のところ。でここがまあちょっと危ないけども、タイガーで守る、とりあえずキーパーが死なされた時はまあ守り、そうですね、このデッキだと犬パンダとかないので、早いカウンターができるカードがないので、まあ守るしかないですね。はい。もしも犬パンダとかがいる場合はキーパーやられたら、逆に相手はめちゃくちゃ攻めようとしてくるんで、そのタイミングがね、意外とこのゴール狙えるチャンスだったりもしますから、キーパーやられたらピンチだと思うんじゃなくて、逆にチャンスだと思えるようになるといいかもしれませんね。はい。そしてここでまた旋風丸から狙ってはいくんですが、だいぶ奥に行ってしまいましたね。旋風丸自体も質量が軽いんで、もしかするとですね、スイカで押してあげることによって、なんかいい使い方があるのかもしれませんね。まだ旋風丸をうまく使われたっていうことがマルチでないので、っていうか使ってる人自体をそうそう見ないから、ということで、まだちょっと発展途上なカードではありますよね。なんかね、旋風丸まだ化けそうな気がするんですよ。こんな使い方あんだみたいな、それをちょっとね探したいなっていう感じしましたが、まあ、ここはまあ1点アイスボーイで取ったのと、あとはまあ守りをちゃんとしてたんで勝てましたって感じでしたね。はい。そしてもう1戦ぐらいマルチちょっと見ていただきましょう。さあ、日本人の方ですね。まあ日本人の方なので、まあ旋風丸もアイスボーイもほとんど使ってる人いないんでね、日本人では。なのでちょっとまあ、意外だなっていう感じだとは思いますが、まあここね、本当にだからこのアイスボーイ旋風丸は割となんつうんか初見殺し感がお強いの で、ね、とりあえずここら辺でやっと手札が回ってきたぞっていうことで、ちょっと旋風丸行きたいなっていう感じですね今。さあ、そしてこのカエルがいることによって右サイドに、旋風丸行っとけばまあいけるんですが、ここはちょっとね、一旦防衛が入りました。激化芝がやっぱあまりにもやばいので、激化芝はね、本当にちょっと無視すると今のところ一番やばいキャラですね。キーパーラブラブしてくるのが相当鬱陶しいんで、なのでここはですね、まあ、一応1点取ってるっていうのもあって、そこまで、旋風丸アイスボーイに固執した感じではないですね。はい。なのでちゃんと防衛でこういうことをやっていく、タイガーボムを使ってくる人だなっていうのはまあ初手で分かったので、とりあえずそこにはまあ警戒を怠らずにね、戦ってますね。そしてもう、このデッキファイボ結構腐りがちなんで、防衛で全然使ってもいいかなと。キツネがいるわけでもないし、パンダがいるわけでもないので、ファイボは割と使っちゃっていいやつですね。さあ、そしてここで、満を持してちょっと行こうかなと、思いましたが、ちょっと激化芝が来たんで、とりあえずやめました。はい。で、ここがまあ入りゃラッキーぐらいだったんですが、ここで敵ユニットが来なければ、
いけるぞということで、まずは旋風丸からセットして、この角度ならいける、そして、この状態でタイガーを出していく。これはなかなかうっとうしいですよ。わかりますかねこれ、後で出してきたタイガーもくるくる回っちゃってたんですよね。なので防衛ができなかったっていうことですね。もしもキーパーが普通にまあ、大砲だなんだで死なした状態だったら全然今のタイガーで守られてたんですけど、やっぱアイスボーイという、凶悪カードがゴール前にあることによって起こったことですね今のはね。さあそして旋風丸の角度がまあ悪くないので、ここもちょっと狙えるかなって今思ってますね。さあここで満を持していきました。はい、行ったりましたと、そしてここに小田抜きですね。はい、まあ、こんな感じで非常にね、まあ、ネタデッキっぽいかもしれませんけれども、この旋風丸とアイスボーイの、このコンボ非常に凶悪なコンボとなっております。そしてね、デッキの方は、これです。はい、今マルチ回ってたデッキはこれなので、まあ芝のところはね、モロトフとかそういったその防衛系統なら何でもいいかなと思いますね。芝はこれ別にパスして点を決めようという芝じゃなくて、防衛のために入れてる芝ですね。はい、なのでぜひとも皆さんこれやってみていただきたいと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よかったらお願いします。